皆さんこんにちは。福田音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。今回はお化けなんてないさ、この曲を皆さんと一緒に簡単伴奏で弾いてみたいと思います。では初めにこの曲の構成を説明します。このお化けなんてないさ、1番から5番まである曲なんですけれども、まず初めに前奏があって、1番から4番までは A'B、 そして A' 間奏が入ります。これは1番から4番まで繰り返します。でも5番だけは少し違って、 A'B、 最後だけ違うので C、そして高奏という形になります。今回弾くのは前奏1番、そして間奏が入って5番、高奏という形で弾きます。 2,3,C は省きます。それでは全体を見てみましょう。先ほどの構成に従って右手のメロディー説明していきます。この曲はヘ調調の曲です。ここはハですよ。ハ、ニ、ホ、ヘ、ファから始まるファ、ソ、ラ、シのフラット、ドレ、ミ、ファ。ヘ調調はすべてのシにフラットがつきます。それでは前奏です。ソ、ラ、シ、ド、シ、ラ、ソ、A です。ファ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 ド、ここの2つ分指開きです。ファ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 ドラファソ、4番から2番に指替えです。ソラシラソファ、指護衛です。レド、 A' です。ファファファドラファソ、ここも4番から2番に。ソラシドシラソファ、B です。ソ、2番ですね。ソソソソラソソソソラソファ、ミを3番です。ソソソソラソソソソラソファ、ミレドドドド、 A' です。ファ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 ドラファソ、ソラシドシラソファ、間奏です。間奏はミとファです。1、ファ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 。草食音といって、ミの音は短く弾いてファ、ミファ、ミファ、ファの飾りの音です。ファ、ファ、こういう風に弾いてください。では5番です。1番と同じところは説明を省いていきます。 A です。そして A' です。そして B ですね。C と高奏を続けて弾きます。指替えですね。そして最後の音だけが変わります。ドドド、2、3、4、ここもさっきのミファですね。ミファで、できましたら指を変えてほしいです。連打の音はファ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 、3、2、1、3ですね。もちろん、3番だけでファ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 と弾いてもいいですが、連打の音本当は変えていただきたいです。ファ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 
それでは右手だけを続けて弾いてみます。1、2、3番。パパパパドラファソ。2番トラシラソファ。2番。パパパドラファソ。指返すラシドシラソファ。2番でソソラソソソソラソファ。3番。ドドドド。コードは4つあります。まず F です。 F はファラドなんですが、今回はファとラを使います。ファとラです。次に C です。 C はドミソですけれども、今回はドとソ、そしてドとミですね。ドとというのもあります。そして次に B フラットマイナーです。 B フラットマイナーはシレファね、C のフラット、レのフラット、ファなんですけれども、今回は C のフラットとレのフラットを使います。 C のフラットとレのフラットを使います。そして今度は G です。G はソシレですけれども、今回はシとレを使います。シとレ。とここにナチュラルをつけたいところですが、混乱するので今回は使いません。指番号を決めたいと思います。ファとラはファを2番、ラを1番で弾いてください。そしてドとソ。5番と1番ですね。これとこれですね。で、そして C のフラットとレのフラットは4番と2番、その1個上に3番と1番、そしてドとミを2、1とこのつながりで弾いていきたいと思います。前奏からいきます。前奏はオレンジ色で書きます。 C ですね。ラララララララと、で、F ファとラですね。で単音でドだけを弾いてください。タン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 と、タラララララララ。で A です。A はこちらに書きますね。F、 2番と1番ですね。タンタタンタタタタン、そしてタララ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 、で A ダッシュです。タンタタタタタタン、タララ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 、そして B ですね。 B フラットマイナーが2回きます。タタタタンタタタタタンタ、そして G が2回入ります。タタタタでタタタタン、ここの C ですがドミですね。ドとミ、今まではドとソを弾いていたんですが、ドとミです。2番と1番でドミを弾きます。そしてまた A ダッシュ、ここですね。A ダッシュは一つ上のところと同じです。タンタタタタタタン、タララララララ。
そして乾燥のところは青で書きます。これは乾燥です。これは4回続きます。タランタン。でここですね、5番、今回は5番の A ですね。タンタタタタタタンタララランタタンタタンタンタタタタララタララララララですね。 A と A ダッシュがきました。次 B です。タタタタンタタタタタンタタ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 タンですね。ここもドとミ、 C ですがドとソじゃなくてドミが入ります。そして C なんですけど、タンタタタタタタタン、 C のところはですね、最後のこの星印のところですね。星印のところ、ここは引かないで、こちらを引いてください。こちらの星印の方を C は引きます。タララランタタンタンタン。ですね。そして単音です。それでは通して弾いてみます。タララランタタンタンタン、1番ですね。 A タンタ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 ララランタタンタタンタンタタタタラランタララ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 、 B です。タタタタンタタタタタンタタンタタン、ドとミタタタタンタタタタンタタタタンタララララララランタラントラン、ここは乾燥です。タランタン、5番、タン A です。タンタタタタンタラララタタタンタタンタタタタタタタンタタンタラララタタンタタン、 B です。タタタタンタタタタタンタタンタタン、ドとミの C ですね。タタタタンタタンタタン、最後のタタタタンタタタタタンタタタタン。それでは全体を通して弾いてみましょう。今回はピアノのテクニックとして3連符のところに同じ音が出てきます。それはとても難しいことなんですけれども、とてもいっぱい練習しないとですね、できないので、そこをやってみてください。この曲は5番まであるので、歌詞に合わせたリズムとふわりに注意しながら練習してみてください。最後になりましたが、チャンネル登録みんなしてみて、また見てねー。